はい、どうもというわけでスクランブラーその2ですね。今回はですね、高速道路の方を少し走ったりとか、いいですね。思ったよりこう風の感じがね、まあネイキッドなんで割とストレートに受ける感じなんですけど、そんなにね、なんか風の勢いをものすごく感じる。まあ普通の高速道路の巡航速度であればまあ何ら問題はないかなという感じですね。いやー気持ちいい、鼓動感が気持ちいい。ワイヤースロットルもね、ワイヤースロットルもいいですよ。やっぱりね、グリップヒーター最強ですね。振動がね、もっとゴリゴリくんのかなと思ってたんですけど、そこまでね振動が来るあれは今んとこないのかな。まあ僕の乗り方だったらね、長距離をそんなにこうあれするわけではないので、まあとはいえね、 SNR と違ってオートクルーズついてないし、まあ、アクセルは一定の開閉でねしてするわけなので、まあ、でもね、そんなこうポジション的にもね、そうポジションね、やっぱりね高速道路でも同じですね。やっぱりもうちょっと気持ち高く、もうちょっと気持ち手前で、幅もやや狭い方がまあ個人的にはいいですかね。ただあとステップ周りがね、少しもう気持ちやっぱり拳1個分ぐらいは後ろに下がっていてくれるといいかな。でもまあ全然問題ないですよ。気持ちいいねって感じで走れるし、まあこうやっぱりね、バイク、オートバイをねこう操作してる感がすごいですよ。そういう意味での、あと音ね、最高でしょ。いやー、いい天気だ今日は、最高だね。なんかね、この音良すぎてさ、話しなくなるよねこのバイク。僕が最近よく拝見しているあの MC パークさんっていうモトブロガーさんいらっしゃるんですけど、あの方もね、あの R90 レーサー乗ってらっしゃって、いやいい音しますからね。まあお話自体もね、なかなか、アップトゥーデートで、ね、とても内容が楽しく拝見しているので、ね、やっぱね R90 乗ってる人ね、こうやっぱ音を結構ね一定しますよね。そういう意味ではだからね、こう走ってる感じが SN とねまた違うんですよね、感じが。バイクをあっちもね、バイク操ってる感結構レール制御バリバリなんだけどあるんですけど、まあこっちはこっちでね、その電子はそんなにないけど、こう乗ってる感、乗り味感って言ったらいいのかな、そういうのはこうダイレクトに伝わっていいですよね。クラッチ軽いね、クラッチがね軽いですよ。なんでこんな軽いんだろう、鑑識クラッチってこんな軽いんですかね、ちょっとよくわかんないですけど、今これちょっとね自己渋滞になっちゃったんですけど、全然楽勝です。むしろあの リップヒーターの温度が熱すぎて一つ下げましたね。いや渋滞抜けましたけどね、クラッチが軽いしトルクがあるから楽だね。そういう意味では、マジで速い。いやー、いいバイクですよ。ほんといいバイクだね。いやー。
実にいいバイクですね。かっこいいもんね。やっぱりね、でもハンドルはもうちょっと高い、ちょっと高くね、やっぱ同じ繰り返しの話になりますけど、高めにしてちょっと手前で幅も狭くっていうね、欲しいなっていうところではありますね。でも綺麗な車体ですよね、このね、いやいや水平対向ね、いいですよ、ボクサー水平対向ボクサーエンジン、なんかね、どのアングルもね絵になるからかっこいいよね。だからグラップウィッチをね日本出しっていう、この ETC の位置がねちょっとなんかうまいことできないのかなっていう、ここに乗っけちゃうとかできないのかな、映ってっかなこれ。お、飛行機が重なってるよ。まああとね、やっぱこのサウンドですよね、サウンド、サウンドね、キレがいい。最高でしょこのキレ。あんまりブースケンと怒られますからね、やめときやめときましょうね。まああとやっぱりね、ちょっとライトが暗いよね。まあハロゲン LED じゃなくて、あえてハロゲン、こういうヘルテージ系のモデルなので、まあそういう古き良きではないですけど、そういうのを好む方の方が多いのかなっていう気はするんですけど、まあ僕はちょっと LED に変えたくなりますよねこれね。まあ実を取っちゃうかな、どうかな、うん、ちょっとこれはやっぱり考えますよね。はい、というわけでね、まあ高速道路と渋滞と一般道とっていう形で、またその2でね、BMW R90 スクランブラー試乗させていただいたんですけれども、まあバランスのいいバイクでね、これはねいいですよ、すごくめちゃくちゃいいバイク。まあ細かい点をね上げりゃ、それはまあ個々のオートバイなんであるんですけど、非常にバランスのいいねマシンで、改めて BMW のね奥深さというか、凄さとバランスとを、体験できたかなっていう感じはします。はい、そういうわけでね、動画の方撮れればなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。コメントチャンネル登録いただけると嬉しいです、励みになります。そしていつもコメントいただいている方ありがとうございます。というわけでまたお会いしましょう、バイバイ。